アツシ、宿にはまだ着かんのか。すみません、国木田さん。もうすぐ旅館に着くはずなんですけど。ああ、疲れた。探偵社。いや、この日本の宝とも言うべき僕をこれほど歩かせるなんて。一体どうなってるんだ、国木田。すみません、乱歩さん。もうすぐだと言っているので。もうすぐ？さっきから、もうすぐ、もうすぐ、と言ってるじゃないか。このままずっとこの僕をこれ以上歩かせるというのかい？いや、それは。というか、もう歩けない。ね、歩けないなら、ケンジ、ランポさんをおぶってくれ。わかりました。どうぞ。じゃあ、頼んだよっと。ランポさん、ケンジ君、すみません。それにしてもどうなっているのだ、アツシ。宿まで少し歩けば着くという話ではなかったのか。はい。この地図を見たら、駅から徒歩5分って書いてあるんですけど。あ！どうした？すみません。駅から徒歩5分ではなく、駅からバスで10分、バス停から徒歩で5分でした。バスで10分の距離を歩くなんて、僕にはもう無理だぞ。もう無理も何も、おんぶされているんじゃ。うん。国木田くん、何か言った？いえ、しかし、ここまで来てしまっていますから、もう歩いていくしかないのでは。皆さん、すみません。大丈夫ですよ。アツシ君、僕もこのくらい平気だよ。ありがとう、ケンジ君、谷崎さん。これ以上到着が遅くなるわけにもいかん。谷崎、地図はお前が見ろ。わかりました。国木田さん、ちょっと待ってください。どうした、アツシ。すでに予定表よりも遅れている。そして俺は予定が狂うのが何より許せん。にもかかわらずお前はさらにここで時間を費やそうとするのか。でも。わかった。要件を簡潔に的確に伝えろ。さっきから太宰さんの姿が見えないんですけど。ん？太宰がいない？お、確かに冒頭から結構な量の会話を続けているが、まだあの当変僕の声が聞こえてこない。太宰、どこにいるんだ？太宰！国木田くん、呼んだかい？ん？どこから声がしてるんだ？川を流れているのは太宰さんじゃ。何？川を流れていってる？またいつものやつか。ダザイ、すぐに戻ってこい。ダザイ。わあ、いい部屋ですね。見てください。眺めもすごくいいですよ。あ、川も見えますよ。あれ、さっきダザイさんが流れていた川だ。ああ、あの川ですね。水温が低くじっくりと体温を奪ってくれるいい川でした。物騒なことをしみじみと言うな。あ、それにしてもみんなでゆっくりできそうな部屋ですね。みんなでゆっくり？国木田、この名探偵が個室じゃないってことか？あ、すみません、乱歩さん。今回はこの宿のご主人とうちの社長が古くからの友人ということで、ご好意で泊まらせてもらっていまして、この部屋一部屋でよければということなんです。そういうことか。ま、それなら仕方がない。だから、与謝野先生や直美さんたち、女性の皆さんは来られなかったんですね。そういうわけだ。男女が同じ部屋というわけにもいかないからな。直美は今回の旅行に来れないことを随分残念がってました。兄様と同じ布団に入りたかったですわ。とか言われたんじゃないの？そんなことないですよ。ああ、そうだった。谷崎くんのところは普段から妹と同じ布団だったな。なぜそれを？乱歩さん、来て早々探偵者の地雷を踏むのはやめてください。それより、全員すぐに温泉へ向かうぞ。予定よりかなり遅れている。のんびり話している場合ではない。のんびり話している場合じゃないって、のんびりするために温泉に来たんですよね。つまらないツッコミをするな、アツシ。すべては予定表の通り進めなくてはならないのだ。アクション！アクション！
服が体にぴったりついて気持ち悪い。途中で皮なんか入るからだ。寒い。このバカの体が冷え切れないうちにみんな大浴場に行くぞ。優しい。よし、みんな温泉に入るぞ。外も見えて風情がありますね。温泉ってすごい。アツシ君、早速入ろう。はい。ちょっと待て、マナーというものを守れ。まずは掛け湯からだ。そして湯というものはいきなり浸かるものではない。まず足をつけて血液の流れを感じながら腰まで、そして胸までつけ、最後は肩まで。こうすれば心臓や体に負担をかけずに入れるものだ。いい湯だね。疲れが取れていく気がしますね、ランポさん。で、今の俺の説明は。あ、国木田さん、僕は聞いていますよ。なるほど、勉強になります。まずは足をつけてですよね。取ってつけたようなフォローはやめろ、アシ。お前に言われると妙に傷つく。料理場のアリックは楽しきれ。潜るな。ところで国木田さん、温泉に入るときもメガネをかけてるんですか？お風呂のときぐらい外してもいいんじゃないですか？メガネは体の一部だ。そうなんですね。アツシ、俺のメガネを言うのであれば、ダザイのあれはいいのか？ダザイさんのあれ、体に包帯を巻いたまま入浴？あの、ダザイさん、包帯を巻いたまま…包帯は体の一部だ。そうなんですね。それにしても、たまにはこういう裸の付き合いもいいものだね。国木田君、アツシ君、そうですね。包帯を巻いているお前が裸の付き合いと言ってもしっくり来ないけどな。いろいろ言ってるけど、国木田さんも楽しそうだな。あ、谷崎さんとケンジ君、ちょっとあっちに行ってみましょう。あ、アツシさん。いいお湯ですね。そうだね、ケンジ君。アツシ君、知ってる？ここのお湯は怪我が治りやすくなったり、いろんな効能があるらしいよ。へえ。でも探偵者なら、怪我はよその先生にお願いすればすぐに治っちゃうから、温泉いらずですね。よその先生？でも、アツシ君。あ、よその先生は、瀕死の重症でないと、治せないんだよ。あ、そうでしたね。中途半端な怪我ならば、一度、瀕死の重傷にされ。大丈夫ですか？やめて！途切らないで！何かトラウマを掘り起こしてしまった感じが。よし、体を洗うとするか。あ、国木田さんが体を、やっぱり背中を流した方がいいんだろうか。国木田さん、お背中を流しましょう。お、気が利くな、ケンジ。あ、じゃあ、ダザイさんの背中を。あれ、ダザイさんは？さて、もう一度浸かるとするか。ああ、もう終わってる。ダザイさんや国木田さんとか、普段お世話になってるんだから、こういう時にすぐ背中を流したりしなきゃいけないのに。はあ、気持ちいいな。背中を流すのが上手だな、ケンジ。よくこうやって洗っていたんですよね、牛たちを。牛たち？こうしているとイーハトーボ村を思い出します。牛を思い出しながら現れても、この後出荷されるような気がして落ち着かんな。だから思わず張り切ってしまいます。痛い、ケンジ、ケンジ、お前はまだ力が強いのだ。
手加減してもらわねば背骨が折れる。はーい。こういう雰囲気楽しいな。さあもう一度温泉に入ろうかな。やっぱり温泉は気持ちいいな。ダーン。あ、ランポさん、アヒルのおもちゃを持ってきてるんだ。これはなかなかの優れものでね、この小さいアヒルの中にお湯を入れるとドーン、水鉄砲になるんだ。すごいですね。僕にもやらせてください。仕方がないな、特別に貸してあげよう。ありがとうございます。あー、これ楽しいですね。うんうん、もう一回やってもいいですか。えっよっやっぱりいいですね。ナツシ、ご機嫌なのは良いのだが、さっきから水が全部俺の顔にかかっていることは分かっているが。え、国木田さん、すみません。島まではしゃぐとは。まあまあいいじゃないか国木田くん、温泉に来ているってことで。おぐるな。いや、確かにこういう時ぐらい自由に骨休みというのも良いかもしれんな。バタ足バタ足バタ足。だ、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 お湯が、お湯が顔にかかる。こんな泳げるぐらい大きなお風呂があるなんて、温泉ってすごい。何をやってるんだケンジ。バタ足ですよバタ足。ランポさんがせっかく広いお風呂だし泳いでみたらどうだって言ってくれて。ランポさん、いいじゃないか国木だ、他の客もいないんだ。うん、まあランポさんがそうおっしゃるなら、旅の恥はかき捨てと言いますし。よし、では国木だも泳ぐといい。え、俺がですか。旅の恥はかき捨てなんだろ。まあこんなことでランボさんの機嫌を損ねても仕方がないし。わかりました。やけくそみたいだけど乗り気じゃない。こんなことでランボさんの機嫌を損ねても仕方がない。こうなれば気持ちをきっちりと切り替えて。国木田ドッポ、泳がせてください。それじゃあよーいスタート。くおい、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ、クロール、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ。どうですランポさん、この泳ぎ。あれランポさん、ランポさん。いやー、国木田は無邪気でいいなって、いつの間にランポさん出ちゃってるんですか。旅の恥はかき捨てということだ。というかお前はいつまで潜っているんだ。あー、美味しかった。ほんと豪華な料理だったね。ナオミにも食べさせてあげたかった。温泉に入って美味しいものを食べてお腹いっぱいになったら、はあ、眠くなってしまいました。ちょっとケンジ君、もう少しで部屋だから寝るのは我慢して。お前たち何を騒いでいるんだ。廊下は静かに歩け。ああすみません。国木田さん、修学旅行の引率の先生みたいですね。みたいというか俺は元教師だからな。そうでしたね。昔の話はいいから部屋に入るぞ。うわっ、部屋の真ん中に首吊りの死体が。やっぱり僕は名探偵だな。こういう温泉旅館に来ると殺人事件と遭遇してしまう。悲しき定めとでも言っておこう。先に部屋に帰ったと思ったら何をしてるんだ。ダザイ、アツシ、ケンジ、早くダザイを下ろせ。はーい。そっち持ってもらっていい。せーの。お前は一体何をしているんだ。いやー、
天井の梁があまりにも立派だったんで、浴衣の帯を使ってね、強度を調べていたら足を滑らせて、たまたま浴衣の紐が首にかかってしまい。それはどういう状態なんだ。しっかりしろ、太宰。本当だよ。しっかりしなければ。やはり死ぬなら美女と一緒に限る。何を力説してるのだ。それにしても、せっかく綺麗に布団が敷かれていたのにもぐちゃぐちゃではないか。こういう時は布団へダイブ。ちょっとランポさん、何をやってるんですか。おお、布団も枕もふっかふか。この枕をで、何をするんですかランポさん。枕投げだよ、枕投げ。アツシ君もケンジ君もみんなよ、ほら、なんだか楽しそう。じゃあえいっ、やったな。じゃあケンジ君に、えいっ。ああ、なるほど、枕を投げ合う遊びなんですね。それじゃあ、お前ら枕投げはやめろ。いきますよ。ケンジ君が全力で投げた枕が国木田さんの顔に。よかったな国木田、顔面セーフだ。ケンジ、お前の異能力は怪力なんだから、もう少し気をつけろ。はーい。それじゃあ、枕投げはやめて、各自しっかり休むように。じゃあ電気を消すからな。国木田くん、僕、真っ暗だと眠れなーい。ランポさん、それならそうと早く言ってください。わかりました、豆球にしましょう。豆球にしたらランポさん大丈夫ですよね。うん。それじゃあみんな寝るぞ。国木田くん、私、真っ暗でないと眠れなーい。だから早く言え。いやー、大丈夫かなーと思ったのだけど、やはりいつもと同じ環境でないと。それなら布団を頭からかぶって寝ろ。そうすれば真っ暗だろ。確かに。それじゃあもう電気を消すぞ。国木田くん、頭まで布団をかぶったら足の先が外に出て寒い。そんなことぐらい自分で何とかしろ。あの、なんだあっち、お前も真っ暗じゃないと眠れないのか。僕はどちらでもいいんですけど、そんなに電気をつけたり消したりされると目が冴えちゃいます。確かにそうだな。それじゃあこのまま電気を消すから、各自きちんと眠るように。わかったな。ところで国木田くん、今度はなんだ。呼んでみただけ。早く寝ろ。一眠りしてトイレに行ったら目が覚めちゃったな。そうだ、ここの温泉夜中でも入っていいってことだったから、ちょっと入りに行っちゃおう。え、湯船の中から足が2本ニョキッと出てる。ちょっと説明っぽいセリフになっちゃったけど、これってどういう状態？うわ、アツシ君、うるさいよ。せっかく人が全身で温泉を楽しんでいるのに大騒ぎして。いきなり足がニョキッと出ていたら誰だって大騒ぎしますよ。全身で温泉を楽しんでってどんな入り方ですか？どんな入り方をしようと自由だろ。それは確かに自由ですけど、その状態でどれくらいいたんですか？かれこれ10分ぐらい。じゃ、10分、そんなの死んじゃいますよ。死んじゃうってこうやって生きてるだろう。どんな生命力ですか。太宰さんの自殺がいつまで経っても達成されない理由が分かった気がする。やれやれ、アツシ君はうるさいから体でも洗うか。太宰さんが体を洗う、今度こそ背中を流せる絶好の機会かも。あの太宰さん。なんだい。お背中流してもいいですか。おう、頼む。ああ、どうしたんだアツシ君。
や、包帯してるんですね。それは体の一部だと言ってるだろう。気にせずやってくれ。はい。じゃあこのまま洗います。いつもと感じが違うから何を喋っていいかわからない。いや、話したいことはいっぱいあるはずなのに、でも何から話せばいいのかわからない。アツシ君、アツシ君。はい。さっきから同じところばかり洗っているよ。他のところも洗ってくれないか。ああ、すみません。いい湯だったね、アツシ君。そうですね、太宰さん。はあ、結局あの後何にも喋れなかった。おや、どうした？小腹でも空いたのかい？はい。私もちょうど小腹が空いているから。よし、ついてきたまえ。太宰さん、どこに行くんですか？太宰さん？太宰さん、大丈夫なんですか？勝手に旅館の厨房になんか入って。大丈夫大丈夫。たとえ見つかったとしても、こちらはお客。怒られるなんてことは、かの邪智暴虐なる王でもできないことさ。邪智暴虐なる王？一体何のことですか？客といってもご好意に甘えてるだけですし。まあ細かいことは気にしなくてもいいじゃないか。冷蔵庫の中には、ご飯があって、ポットにお湯。おお、これだけあれば、アツシ君の好きな茶漬けを作ることができる。茶漬け？そういえば、アツシ君と最初に会った時も茶漬けをご馳走したね。お金を払ったのは国木田さんでしたけど。アツシ君はいちいち細かいことを気にするね。お茶碗、お茶碗。ご飯をよそって、焼き鮭の身をほぐして、海苔をパラパラ。そこに熱々のお茶をかけてと。美味しそう。いただいてもいいですか？あつし君、焦らないで。最後にごまをひとつまみパラパラっと。さて、食べるとしようか。はい、いただきます。アツシ君、一気に書き込みすぎ。いや、でも美味しいです。ごちそうさまでした。アツシ君、最初はいいんですかと言っていた割に、しっかりおかわりしたね。すごく美味しかったので。それじゃ部屋に戻ろうか。さっき言おうと思って言えなかったんですけど、いろいろと本当にありがとうございます。あの日、太宰さんに会わなかったら犯罪に走っていたかもしれないし、もしかすると飢えて死んでいたかもしれません。でも探偵社に入れてもらって、皆さんと知り合えて、今日なんてこうやって旅行に連れてきてもらえて感謝しています。太宰さん、僕を探偵社に入れていただいて本当にありがとうございました。って寝ちゃってる？太宰さん？太宰さん？いや、温泉に入って満腹になったら眠くなって、このまま一生目が覚めなければどれだけ幸せか。何を言ってるんですか？というか、僕の話聞いてました？聞いてたよ。よかった。すごく美味しかったから、おかわり
してしまったって。それものすごく前半で全然大事なとこじゃないですよ。あつしくん、もう夜も深い、眠ろう。はい。聞いてもらえれば嬉しかったけど、自分の気持ち言えただけでもよかったかな。おい、いつまで寝てるんだ。国北さん、おはようございます。早く起きて着替えろ。はい。でも一体何ですか。何ですかって、今からこの旅館の大掃除だ。大掃除？なぜ突然の大掃除か、それはこの名探偵が推理してあげよう。この旅館の主人は社長の友人、昨日旅館に無料で宿泊させてくれた。そして今日大掃除。ここまで来ればわかるよね。なんとなく。国木だ、まさかこの名探偵に大掃除を手伝えなんて言わないよね。もちろんです。ランポさんは現場をしっかり監督してくれればそれで大丈夫です。よし、それならいいだろう。もともとランポさんは戦力にならないと思っていたからいいだろう。ケンジは怪力だし、男5人いれば十分に役立つはず。5人って太宰さんいませんけど。何？ちょっと目を離した隙に。どこにいるんだ太宰。あ、国木田さん、あそこの川に太宰さんらしき人影が。お先に。お先にじゃない、逃げるな太宰。おい太宰、太宰。